言ったことあるよカエルになった気分なのカエルになった気分なるのえ超嫌だ <laughs> 超嫌だマジあんこのやつめっちゃ餅がとろとろえめっちゃとろとろだったでしょなんかもうふわとろって感じの餅だったでしょイーイい,いつ焼肉配信しよっかなあ日たできたらしよっかなうん夜じゃなくてお昼にしようかなそれしかも 夜するってなるとね、あれなんだよね。夜からだとさ、夜のその匂いをさ、出さないんだよね、部屋の外に。窓開けられないから。明日みんなお昼、あ、でもしよ。明日土日じゃないから、暇じゃないか、みんな。みんな明日、あれだよね。明日がだ、明日がだよくなるので明日そうだね。暇じゃないよね。でも私、来週の土日は何かあるっけえ今週の土日あれ今日は日曜あれ今日は日曜だよね。 えーっと何日だっけ来週の土日昼休みならいやーなんかだってその夜だとさあの窓とか開けてたら虫が入ってくるじゃないですか1819十八18192526かうんとねあーなんかちなんかあった気がするな あーなんかあるうんなんかあるわ1819は網戸ついてるけどいや違う網戸片方だけだとさ一方的に入ってくるか一方的一方的に入ってくるしかないじゃんだから私こっちとこっちに窓があるんですよこ,この窓はちょっとあのいろいろあって開けられないんですけどあの網戸がないからこっちとこっちにあるのこっちがドアでこっちが窓なんだけどどっちも開けたいのよどっちも開けた方がこう循環するじゃんでなでさらにこのこのののっちのドアの あのすぐ近くに外とつながってる窓があるからもうこう出てってくれるわけよもしくはこう出てってくれるのわかるわかるそうそうだから三連休もねちょっとその辺もねちょっと私いろいろすることがあるんですよ一応ねそうそうだから夜だとその夜配信終わった後ドアとか窓とか開けることができないから そ,うそれででで結構今まで困ってたんですよなんならそのベッドとかもさ割と最近最近じゃないけどさ割と今年中に買ったからまだ新しいからさ匂いをそんなにつけたくないからするなら窓とかドアとか開けてしたいんだよねそう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 だからそれならお昼かなーって感じなんだけどでも最近やっとお肉届いたから早めに食べないとさ冷凍とはいえさ悪くなっちゃう可能性もあるじゃないですかでもさするならさどうせならみんなさリナのファンがい,なんてとかさいつも来てくれた時間の方がさ 私のファンの人はさ、見れるじゃないですか。そして焼肉するならさ、みんながあれじゃない見に来れるときがいいでしょうまあそれもちろん新規の方から、新規の方には衝撃的だから多分これからも来てもらえるきっかけになると思うもちろん。あの、なんだっけ、焼肉配信ってもちろんね。だって正直私のポップティーンのイベントの時の焼肉配信見て私の配信気になってずっと来てくれてるって結構いるから。なんからそう、新規の人。 新規の人が見た時に焼肉配信してたらそれは印象に残るからその新規の方をこれからも来てもらうためにはまたそれも大事かもしれないけど私のファンの人はやっぱ結構逆にそれで焼肉配信好きな人多いからさそういうのは私のファンの人もさ見れる時がいいじゃないですかあうね <laughs> ガタンってなっちゃったそう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  アンペアの契約数あれねあれはねあの他のとこも使ってたから落ちただけで1時間前行ってくれれば休憩時間の強すぎブレーカーは大丈夫だと思うそうえじゃあさみんなさもしお昼に見るとしたら何時なら見れる何時から大体みんな休憩明日お昼過ぎまで暇あそうなの でもあんまコメントとか拾えなくなっちゃうから1時20分から14時50以外になりててもあ本当？十二 ?12 時過ぎれば大体12時からかなみんな基本的にあじゃあ12時からするのはありかもね確かに12時13時 やっぱみんな12時とかからかな基本的に。それなら12時からならワンチャン見れるかもしれないか。私のファンの人も来つつ、まあ新規の方を見やすい時間帯と言われば、まあ12時か。で授業中でも見ます。<laughs> 授業中は授業に集中しなさいよ。授業はせめて。あお仕事とかはまあしょうがないと思。お前さ、肩痛い。上がんない。お仕事ある時は12時から13時とかその時間が遅い。そうだね。じゃあ12時だね。もしするとしたら、明日。 伝票次第。<laughs> 昼配信13時から配信だからみんな仕事まあそうなんでだいたい13時からなんだよねでもねあの焼肉配信とかそういう何か作る系の配信ってねコメントが読みづらいんですよこっちも集中しなきゃいけないから薬方とかそうだからそうなってくると新規の方ってやっぱコメント読んでもらった方が嬉しいじゃないですか だからまだ新規の方に向けて焼肉配信するっていうわけじゃないんだよね正直私みんなが焼肉配信見たいって言うから焼肉配信しようって思ってるだけでそうだから別にそう新規の方のためにするわけじゃないからねライズライズさん初見さんありがとうございますこんばんはもちろんこのそれで来てくれている人が増えるっていうのはめちゃくちゃ嬉しいことだけどもちろんみたらし団子に巻いて食べてそれやりたいそれしようかな それれもすればいいね確かに合わせて焼肉したい気持ちあ本当じゃあお昼休憩みんな焼肉行く焼肉ライクとかさこんばんはみんなこんばんはいいねそれいいじゃんみんな焼肉ライク行って私は家で焼肉するから私 質問ですが聞かせてほ <laughs> ジム事務りで食べるから焼き肉は無理昼だったら昼営業してるあんあん行ってくるねああ私そこ行ってみたいんだよね近くにライクなくていやライクじゃなくてもいいんだよ別に <laughs> ランチとかさ 自分は置いたのは韓国円で1000円なんチょいいやん万全じゃあ明日の12時だね焼肉弁当あそうやみんな焼肉弁当にすればいいじゃん焼肉弁当となってくるとお肉解凍しないといけないなこれで肉の消費量が増えるから栗山には焼肉屋なしや 焼肉らしいをするの,の私が鉢巻き巻いて焼肉ならやっぱりうんうん、<laughs> 大学の研究室研究室であだからバーナーとかで炙ればいいんじゃないバーナーとかで肉焼いてたら実験ですって言えそうじゃないワンちゃんバーナーでも肉は炙れるのかっていう実験やってますみたいな そうあとなんかこうあの縦でさするやつがあるじゃん <laughs> どうなきゃいけいええやんそうなんかいやそういうこと言っとけばんとかなりそうじゃないバーナーダメかなバーナーっていうかさあのなんかあれあるじゃんあのあそっか確か研究室じゃなくて実験室かなんていうっけあのこうこうなんか下にさアルコールがあってさここにさひもがひょョてなってるやつ どうよのの店員さんの服に合いそうどういういこと <laughs> あそうアルコールランプそうそうそうアルコールランプとかだったらいいんじゃないバーナーはちょっと実験じゃないけどアルコールランプとかさその辺だったら、ね、実験って言えるんじゃない <laughs> アルコールランプでお肉は焼けるのかっていう実験してますみたいな。 そうあとさこう丸くなっててさ棒が3本がやっててその下にアルコールランプ置いてさ上に網みたいなの置いて上にさなんかこう溶かしたりするやつさ置く実験とかあるじゃんあれのその溶かすやつをお肉とかにしてみるとかさあれじゃ焼けえあれ焼けないのえあれ焼けないの火なのに火力が弱いえだからもう時間かけて1枚をじっくくり焼くんだよ <laughs> 時間かけてそれやるなら太陽光レンズ集めてあそれいいね それいいじゃんそれ誰で怒られない,いんじゃない太陽光のやつガスバーナーガスバーナーいいじゃんやっぱガスバーナー旅館の夕食かなんかで固形燃料で焼肉とかできるから大丈夫え私もそう思ったのにそういうのがあるから大丈夫かなと思ったんだけどろうそくで焼いてるのろうそくで焼けないかなお肉って焼けないか 一応研究ですも研究だからね何に行くいか届いたの秘密明日のお楽しみ車のボンネットでなんかな聞いたことあるそれ車のボンネットで卵焼き焼けるのかみたいな目玉焼き焼けるのかみたいなのやってた気がする YouTuber さんが固形燃料そこそこ火力あそうなんだ研究室ってどちらかといえば んですかスポエースだからねそもそも食べる構造ではないまあ確かにそうか実験室だねじゃあなんかもし明日できたら12時からします1二時から一時間1時間半ぐらいかな焼肉配信できたらいいな爪伸びたいや爪切ったほら切りましたなんか 爪ね伸ばしてるとねたまに黒くなっちゃうんだよねその爪の間がなんか何を触ったわけでもなくでもなって片方になって片方にならないとかがあるからとりあえずだから私このショールームが終わったらお肉を解凍しに行きます多分冷凍で届いてるはずだからうわあ牛タンも買いに行こうやかないかな行かないとなっちゃう牛タン食べたいどうしなら 休憩時間で、ね、少しだけ見れます、okay、いつもおにぎりことお味噌汁で済ませてるからお肉入り買ってこようねおにおあの焼肉弁当とかの方がいいかもよ、ね、今日はリナカツしたのそうだねリナカツしてたね <laughs> お餅でリナカツえー、マジでちょっといいねさっきのさなんだっけあのみたらし団子にさ豚肉巻くやつマジしてみたいなって思ってたからめっちゃいいわさっきジンギスカン食べたえ美味しかった肉冷凍してます 解凍しようじゃんこの前さ妹と冷凍したさ豚肉を使おうってなったんだけどあや牛肉かカッチカチになっててさしかもその冷凍のやつを全然なんもうガンガンやっても全然割れなくてその出すの忘れてたんだよ冷凍解凍するために「どうしようどうしよう」って結って結局その流水でやったんですけど最終的には。 しかもその半分で良かったから回さ流水とかで戻しちゃうと袋の中に入れたとしてもなんかそのあなん何歯ブラシ置いてじゃあこれ電動歯ブラシあの充電してんのよくそうそうそうだからあのそうカチカチで半分ぐらいしか使わなかったからそうでレンチンでも全部使うわけじゃなかったからレンチンすしてまたか冷凍するのもちょっとあれじゃんあんまよくなさそうだし だからこう流水でやってそれをまた冷凍するのもちょっと微妙じゃないですかだからどうしようと思ってそのとりあえずまず半分に包丁で割ってみるかってなって2人でなんとか頑張ってガンガンしてみたんですけど危なくないよう、ね、にもちろんそこは気をつけてるんだけどガンガンしてみた全然割らなくてうんとか言ってたけど割らなかったのよでも最終的に半分だけ頑張ってお水に当てて割ったまだ映ってますねうこれでどうだ 凍ったいちゃう半分しか使わないってなるとさ困るくない親から地元のジンギスカン送ってえー、マジいいな私にもそれ横流ししてまだ映っ,、えーま、ってるえ嘘そうまだ映ってるちょっと待ってよあちょちょっと映ってる <laughs> ちょっと映ってるねはいこれでどうだおいしい惜しいけど気にせんでよくない,いやなんかちょっと 映ってるよって言われてもうあえて写すのとかありないじゃないこの辺に置いてさんなんでっていう1日一日1個私がその日に使ったものをここに置いとこうか写ってなくはない嘘えっちょっと待ってあ影がないかも影まで言われたらもうもうどうしようもないよ <laughs> 影はどうしようもないよそうまあとりあえずちょっとじゃあ明日の焼き肉杯車大体12時からかな もう多分これに関してはもみんなに合わせるってうのはどう考えても無理なので、はい、だから私がちょっと配信長くして12時から2時とか12時から1時半ぐらいまでやったらまああれかなそうじゃないとじゃどうしてもごめん無理みんなに合わせるのはできるだけだって夜も夜勤で来れない人も絶対いると思うしひろ津さんくりありがとうございますありがっくりお2個目2個目だありがとうございますありがっくり そう一番遅なとこがいいからもうとりあえず12時から1時か1時半ぐらいまあ逆に配信してたら多分ちょっと長いと思うからそうまあだから12時から1時か1時半ぐらいまでかな、まあ、夜は普通に配信できたらしようと思ってるからもちろんって感じあなたが好きな時にやりなさい <laughs> だから女神さんみたいな言い方 <laughs> あなたが好きな時にやればいいのです自分を信じなさい 腕が痛いんですけど本当にあ痛い痛い痛い当たるだけで痛いんだけど普通に赤くてびっくりあでも赤赤み減っ,減ってないわ普通に痛いもうすごいよマジで熱持ってるもん焼肉配信は確定うーん確定かな確定かなほぼ確栗山ーはたな何使ってるえなんかうちはよく買いに行くパパが好きなお肉売ってるところのたれとかのタレちょっと 地元なんであんま言えないんですけどそのお店の名前はまあでもそれかもしくは普通にあのエバラ焼肉のタレみたいな <laughs> スーパーとかに売ってるやつそうワクチンちょっと赤くなってるんですけどめっちゃ分厚いその店自家製のタレそうそうそこの味噌のねタレが私めっちゃ好きなの桃タルトはだから明日午前中にとりあえずだけ生地だけ寝かすとけば焼肉配信終わった後に作れるからそしたら夜食べれるよねタルトもし作れたら。 モデルナアームじゃないと思う多分モデルナアームは摂取して9日後とかもなったらって書いてたもんネットで調べたら分かんない確実ほかどうか分かんないって書いてたから私はそう思ってるよまだ大丈夫わ分かる焼肉にただ中から中辛がいいね甘口はちょっと甘いもんね明したから夕方6連休あそうなんだ腕痛いね痛い腕本当に痛いのマジで 時45日出勤なのあーお昼からかお昼っていうかお昼から1回引いた人がワクチン打った効果が3倍でだからか私本当に腕マジでパンパンなんですよ本当に今ここの腕ありえんぐらい白米枚だけを配信の焼肉見て食べよやばいってそれはやばい <laughs> それはかわいそうだからやめて。 うちなんだけど何でもかんでもモデルのアームって聞かて毎回違うって返すのめんどくさいその方モデルのアームの定義が多分だけど打たれて打ってここの学校からとかがモデルのアームらしいからそもそもモデルのアームではないと思うんだよね大丈夫ですか大丈夫えでもね注射自体は全然痛くなかった私結構本当に注射ダメな人間だけど小学校じゃなく中学生の時ぐらいからずっと注射逃げ回ってた人間だけど力抜いたら全然痛くなかった だだから大丈夫だよ駐車時代は大丈丈夫夫よじゃない普通にあの腕がパあのその腕の筋肉痛が痛いだけわかんないらしい私はネットで見てそうじゃないかなって思ってるだけだけど本当かどうかはわかんないそのモデルのアームの,その定義が。 ちっくりともしないや、チクリとはしたよ。チクリとはしたよ。プラモデルのパーツ見た確かに、アームってもう腕ってなんか英語がついてるだけで、なんかね、確かにわかるわ、それは。え、じゃあ明日は焼肉配信を12時からできたらしますということで。何時起きようかな。9時ぐらいに起きなきゃいけないな、じゃあ。早くても。9時に起きて、そもそもタルトの生地も作っとけなきゃいけないからね。タルト生地で作って。 作ってて寝かせといてでその後スーパーに買い出しに行って準備してって感じだねオッケー任せといてアレルギーみたいな多分そんな感じだと思う確か。 とか焼肉あ別にタルトは別にそのあの桃がそもそも家にある桃が <laughs> そろそろ買っ,た買って数日経って腐っちゃうからあの作らなきゃいけないってだけで別にその配信のために作るわけじゃないタルトの方はそうそう,熟しそう熟しきっちゃうから作んないとやばいなって、まあ、桃だけ食べればいいんですけどタルトの材料もこの前買っちゃったからそれならもう作っちゃおうかなって感じそう悪くなりそうなのタルトは別にタルト 個人的なあれまあ、だかその夜の配信でも食べれたらいいよねーぐらい絶対食べなきゃいけないとかはないもう正直桃はもう単体で今食べたいなっていう気持ちなんだよねクッキング配信見てみたいなクッキング配信ねでもねうちのクッキッチンあんま見せたくなくても見たことある人多分多数いると思うんですけど <laughs> なんかそれならキッチンスタジオ借りてしたいなって感じ 腐りそうだから作る好きいやもう今日もだって今日ママからもらえたもんそろそろ桃使わないとやばいよってタルト作るのえでも思ったより簡単だったよタルト作るのみんなも作ってみてタルト男子になろみんなもちょっとあれとは聞いた <laughs> お母さん嫌がるねお母さん嫌がるからお母さんとかそういうの桃はそのままかぶりつくのがうまい まあそれはそうわかるフルーツ一番好きなのもクリーナーはええー、私の一番好きな専門えあ果物だよねえー、なんだろうないちごも好きだけどでもうん桃好きだもんなでもりんごえー、なんだろうな王道はでもりんごかもけど普通に桃大好きでもいちごも好きなんだよねでもうんいやーでも 当たり外れがあるじゃん結局そのさも,ものによってはさ個体によってはその例えば桃の中でもさめっちゃ甘い桃とさちょっと酸っぱめの桃とかあるじゃんってなってくると結局どれも一緒なんだよね全部がおいしそうもん一個も外れなく全部がおいしいですよっていう定義で言うと桃かな私う,うん桃かも。 マンゴーはねマジわかる美味しいマンゴー桃色の片思い恋してるマジマジと見つめてる料理全くしなかったことあるけどえー、それは大丈夫なんじゃないあのちゃんと分量さえ守れば料理はできると料理っていうかそのお菓子作りは分量さえちゃんと守れば基本的にはできるから料理は感覚とかあるかもしれないけど。 表でピチピチな姉じゃん何言ったんねん何 <laughs> かと思った答えしためちゃポケモンやん最近私がさ「ガンバルンパッパ」って村上アカネに送ったんですよでその後ルンパッパの主った何こいつ」ってきました <laughs> これルンパッパあそういうことって「ドリアン食べたことないスタバのピーチもね飲んだパイも飲んだ」 ハスボウしかかわいいよね。なんでルンパパになるんだろうね。あ、じゃあルンパパにはなんないわ。間違った。得意料理ある。得意料理、から揚げとか、カルボナーラとかかな。か菜、ルンパパ知らないっぽい。私、ルンパパ結構好きなんだよね。お気楽で。ルンパパっていう名前、そもそもがいいよね。なんか <laughs>。トール、誰も100個ありがとう。えー、でも私はムクホークとベロベルトが好き。あと、オクターも好き。 はね、あれだねメタモン明日が焼肉ってしたので寝ます <laughs> オッケーおやすみムクホークかっこよくないマジでイケメンじゃない私超好きなのマジ実写版のムクホークが出たら絶対にムクホークの上に乗って空を飛びたい、まあ、私はあの公式オフションなんですけどでもそれで言うと何かなあれ好きだなえっ、ー、とねラプラスとか好き綺麗なお姉さんって感じじゃないですか ううちの向こうかぼん,ぼんじりってはぼんじりってん銭メが好き銭ガかわいいよね確かに私ねあれで撮影家のタイム九州ツアーで会った時に葵さん推しの人が銭メ持ってたんですよ男の方がその銭メのぬいぐるみ奪い取って撮影してもらったことがある <laughs> そう貸してって言って青美牛にしか見ないやめてよラップランスバカにしないで。 ミュウツえミューツだって指が3個しかないじゃんボーマンダ好きですあああれでしょうなんかパッと見リザードみたいなやつでしょうパッと見っていうか色の違うリザードみたいな鐘の形がなんかシャキーンってなってるルンパパン特製貯水と宿り着の種 <laughs> 宿り着の種結構好き音が好きポンポンポンってハピナスハピナスかわいいね 昔、青海牛、飼ってたの飼ってたのグレイシア好き、グレイシアうーん、はい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 。シェイミーか。で私、シェイミーの方が好きだな。シェイミーでもめっちゃハリネズミみたいだよ、ね、どう見てもあれ。ピカチュウしか知らない。マジ略奪器やめて言い方よ。メタモンでも可愛くない。メタモンってやっぱ王道で可愛くない顔が可愛い変身した時のあの、ちょっとまぬけな顔が好き。 ラマイナかわい可愛いね可愛いな色,色が可愛いよねブラッキー好きえ私ブラッキーかっこいいなと思うけど私 EV 進化するならあれだなあのなんだっけ出てこないリーフィアリーフィアが好き私グレイシアも可愛いんだけどね綺麗なんだけどお姉さんみたいな感じでピチューはねギザミミピチュー可愛かった持ってはないけど ポケモンカードやってない。メタマ卵用意で大活躍。卵用意すな。小学校の赤レックーザが好き。レックーザね、私ね、あの、私の親戚のね、おじさんがね、改造したね、ポケモンのね、データ持っててね、あの黒のレックーザ持ってたよ。<laughs> 改造したカセットくれたから、黒のレックーザ持ってた。かっこよかった。超かっこよかったけど、超改造だった。ラブカス、ああ、いるね。あの、口がうんってなってるハートのやつでしょ。ここがこうなってる。 トゲデマルえか、ー、かんんんなないい最近のポケモン分かんないんだ、ね、正直どっちかと,いうとちょっと前の方が分かるかもルチャブル分かんないなガブリアスは分かるどの世代まで知ってるのブラックホワイトかなぐらいまでかもブラックツーホワイトツーも一応家にあったスターボラーいっぱいあったいっぱいあったルギアルギア好きだよエンペルトエンペルトああいるねポッチャマのあれか ヒンバスが釣なくて寂しかっねヒンバス,、ね、ンバス茶色いよね茶色いよねってラティアスラティオスあれは好きわかる正規品のえクロレックーザーと正規でいるのわかんないじゃあ違うのかでも改造っちゃ改造だと思うんだよね結構なんかいろんな色違いだたもん卵が繋つながってるのあわかるわかるけどあれなんだっけなんだっけ あなんかん顔は出てきてるてか進化系のポケモンの方も出てきてるあそいつかたまたまっていうんだあそうかあれそれかたまたまかポケモン城から第5世代あれ第5なんだレジギガスレジスルレジアイスああ私はレジアイスが好きですテカテカしてるからバイバニラが好きかわいいねあれソフトクリームみたいで美味しそうおい <laughs> しそうとか言うなって レシラムあそうレシラムとかだったレシラムとなんだっけあの黒い方でゼクロムかビジリダムはねあんま好きじゃない爆発するから正規品もあるけど基本改造がまあ改造だろうね多分ジラーチも色違いがいたもんなそのデータなんだっけあのダークライも紫かなんかだったし明らかに改造だったっけソウルシルバーはあ私ソウルシルバー持ってたな 赤緑黄色とかその辺持ってないんだよね今後発売されるアルセウスガーディのの筆跡何アルセウスとかあるのアルセウスってあれじゃないのえアルセウスってあの四足歩行のさ白っぽいやつじゃないかったっけあれあれなんかの英語で出てこなかったもうすでにルビサファイルビサファ持ってないかもエメラルド。と あれは持ってるだから多分4第4かなあれ持ってるあのー、なんだっけブラックみたいなやつ何色だっけあそうそうプラチナプラチナアホを持ってる親戚のおじさん改造,改造する人だったアルセウス第4世代に出て,出てきたよねやっぱり英語でだってシェイミーの時にいたよねポケモン語では色違いクロレック剤い,いるんだダークラな紫の色違いあれじゃあ改造じゃないのかなあれ リメイクでで過去の話であ,あそういうこと栗山里奈は大難世代分からん彫刻の軸の絵があだよねやっぱいたよね3文3文私分かんないんだよね全然雪ロコンえロコンに雪とかあのロコンはあの色だからかわいいんじゃないのでも確かに白もかわいいかもねあれセービがギラティナあれアルセウスなんだっけパルキアディアルガじゃなくダークライ汗ダークライかすとませんえ なんだっけアルセウスって何の席出てきたっけアルセウス単体だっけそれはラティアスラティオスシェイミーずっと欲しかったんだよねあの丸っこいとこ可愛かかったからでも結局映画見に行ってないから直接はあれ?「アルがいたいパルキャッダークライじゃなかったっけ映画ってでもまんますぎるね題名が。 なんかスカイフォルムみたいになるんでしょもはやわからなすぎて日本語に聞こえないポケモンの名前って正直マジでわかんないよねアルさイそスの時はディアルガとパルキアとギラティナギラティナああギラティナってさあれだよねなんかフォルムによってちょっとやばいよねあの立ってる四足方向ない,いんだけどさあのもう一個のフォルムみたいなさちょっとムカデみたいじゃないちょっと怖いよねあんまちょっとうーんって感じ 飛んでる方向かムカゲだよねマジであれどう見たもムカゲなんだよねもうニュ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 ってしてるもんね足がちょっとあれ嫌だった飛ばないでほしいダークラやは大パの最初の映画あそんなにっッあったっけ映画三角さんタコありがとうございますタコ 私が何言っても可愛いって言ってくれるね55分ありがとう58分になったら見ます大パテ4つ目があるめっちゃあるやんそんなあったっけ全然見てないわじゃあ私作ってる人もよう名前とか姿考えつくなって分かるそれは分かるでもなんかえほんなトモその名前とかあるよねあれせいです彫刻の時を超えてそれあれだよね確かさとしがさあのコンクリートがなんか埋められそうになってたよね確か あのアルセウスのやつトゲチック好き私トゲピ好きチュキチュキプリリーっていうのが可愛いいダイパーは DS だったからあそういうこと映画だとロケット団が仲間ロ,ロケット団って悪い人じゃなくない正直ロケット団の組織が悪いだけでさ意外と良心的なのコンクリート詰めされかけてた確か あの彫刻の軸は確かねめっちゃ遺跡みたいな遺跡遺跡っていうかなんかそのすごい遺跡みたいなとこでなんかうんコンクリートに固められかけてた気がする確かそうなんですこれなんですオーナースってやつでしょ <laughs> あれ結構好きかわいい。 な私がどこまでやったら可愛いって言ってくる何,何までしたらさすがに引く変顔とかさアイドルなんで出ないんですけどおならするとか何,何したらみんな私を可愛いと思わなくなるんだろう何でも可愛いって言うから基本的に何したら引くんだろう私が。 変顔は笑うか可愛いいっていうからか愛いいっていう人が多分絶対何人かいると思うんだよ、ね、鼻フックくらいから <laughs> リアル確かに鼻フックは確かにちょっとあれだわ笑う時に片方ん片方手で口をせあこういうこと鼻フックは確かにちょっとね微妙だよね 私はしないよ、基本的に。アイドルなのになんで変顔しなきゃいけないのって思うタイプの人間なので。後ろのポチャクを殴るのあんなことしないよ。なんでポチャクを殴んなきゃいけないのこんな可愛い子たちよ。ないかなないんかい。マジ私がだから鼻ほじり出したらとかさ、まあ、ほじったことないんですけど。それでも引かないのすごいな、みんな。全肯程じゃん。 タバコ吸いながら文句を言ってたら「<laughs> 疲れた」とか言ってたら <laughs>「やばいやばいやばい」58分でありがとう私タバコはマジで匂いが好きじゃないから絶対吸わないかなっそもそも灰黒くなりたくないしタバコは大丈夫だよマジで好きじゃないほんとに匂いが好きじゃない私吸ってた人いるから家族に実はシガレット実はシガレット <laughs> 可愛いなそれ めちゃふってややばいけどね。せめて見せないでほしいよね、そういうとこ。じゃあランキング見ます。13位クエナルの豚汁さんありがとうございます。十二位ドヘモンありがとうございます。十一位ユウさんありがとうございます。十一位キョロックニさんありがとうございます。9位タカさんありがとうございます。8位オレ様ちゃんありがとうございます。7位717号さんありがとうございます。6位はユキさんありがとうございます。 ごいじもっていさんありがとうございます。おてんちゃんありがとうございます。さんいがおちゃんありがとうございます。にさんかくさんありがとうございます。じはるかさん、ありがとうございます。さんかくさん、ありがとう、ありがとうございます。あじしのくさん、お疲れ、ありがとうございます。チゅンちゃん、お疲れ、ありがとう。じゃ、あ明日はとりあえず十二時の予定です。オッケー、私も頑張って、用意するから。来てね、休憩時間でいいから。じゃあね、バイバイ。おやすみ。